ですね。なんだろうね。なんだろう。ですよね。バディもね。弁護士とか。弁護士？で、俺が刑事？違うよ。あ、弁護士同士ってこと？なんかその。こんばんは、阿川佳代を演じました有村架純です。公開からまだ。少ししか経ってないんですけども、これまで映画にこの映画に出会ってくださった方々の、声を聞くと、とてもいろんな考えさせられる話だったとか、いろんな感想を聞けたので、とてもなんかこの作品に参加することができてよかったなというふうに思います。ありがとうございます。こんばんは、磯村隼人です。大ヒット御礼舞台挨拶ということで、本当にたくさんの方に、この前巻ものを見ていただき、本当に嬉しく思うのと、こうやって舞台挨拶がまたできるっていうことに、感謝をしています。ね、磯村さんとはひよっこからね、こう共演して、またこの作品でも共演してるわけですけれども、次ですよ、うん、また共演する機会があったら、うん、今度はどんなこう関係性で共演したいですか？次はそうですね、なんだろうね、なんだろう、でもなんかバディモノとか、あ、おお、あ、面白そう。磯村くんに突っ込んでもらいながら、あ、俺が突っ込み役なんだ。あ、そういうこと。全然逆でもいいんだけど、なんかそういう2人でこう戦ってい、うん、いくような物語だったり、あ、いいね、喜劇やりたいね。あ、うんうん、うん、喜劇、喜劇がいいなって思います、すごく、はい。じゃあちょっと刑事コメディ的なものもありってことですね。いいですね。そうですよね。ね、弁護士とか。弁護士？で、俺が刑事？違うよ。あ、弁護士同士ってこと？なんかその同じ会社で働く者同士とか。なるほど、弁護士同士でってことか。うん、あ、そう、弁護士って面白い、難しい、でも言葉はすごい出さなきゃいけないからさ。うん、そういうところもでも戦っていくっていう。あ、なるほどね。現場でも戦うしっていう。しぜひちょっと弁護士役でバディもんでやりたいですね。なんか、はい、皆さんも見てみたいですよね、それね。お拍手出ましたけど。